どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ちょっと運営さんに対しての愚痴、もしくは進言みたいな感じですかね。まあ、私のフレンドさんなんですけど、まあ、上二人はね、ちょっと今、わざと残してる状況なんですけども、こうゆっくり見ていってもですね、ログインが1日前というのがかなりフレンドさんが増えています。 1,2,3,4,5,6,7,8、まあ10人ぐらいいますけど、まあ、上2人はね、まあ置いといておくとしても、まあ、その中にあの声優さんもねいらっしゃったりします。で、何が言いたいのかというとですね、まあ、フレンドさんがね、あまりインしてないという状況においてですね、まあ、ゲームを離れていってる人が多いということですね。まあ、なんでかというと、まあ、今開催しているのが、降臨戦なんですけども、降臨戦もね、そこまでではないですけども、まあ、周回ゲームにね、なってるんですよね、結局、みなしごの仕事は。周回ゲームなんですけども、周回ゲームの割にはアイテムがドロップしないし、周回したとしても何かが、成長するわけでもないというところなんですよね。でさっきも言いましたけど、アイテムがドロップしない、しにくいっていう状況なので、これがかなり渋い状況なんですよね。なのに、周回を強要される、スキップ機能があればさらに良かったんですけども、そのスキップ機能もそこまで重視はされていないという状況なんですよね。で、アイテムが落ちない。周回ゲームなのにアイテムが落ちにくいということは、育ちにくいというキャラクターもそうですし、まあキャラクターはね金ピとかの関係とかもあるんですけども、武器がね育ちにくかったり、リセットして変更ですね、武器が育ちにくかったりまあ、結構育ってますけどね、育ちにくかったり、そうか、レイドですね、レイドボスとかを倒していって、こうね、金ピが落ちてこなかったりとかしてですね、であとマキアですね、マキアじゃない、ユガさんですね、限界突破のアイテムもやはりドロップしにくいとしづらいっていう状況ですね。この状況ではまあまあ何回やればいいんですかっていうところに来ちゃうんですよね、頑張るほど強くなるっていうわけでもない状況なのが、まあプレイ持続をしにくいというところですね。ゲーム的にはね、もうちょっと、ハードルがね下がってもらえればと思うんですよね。緩い環境の方がまあ長く続きやすいのかなっていう気は個人的にはしております。まあこれはあくまでも個人的な意見なんですけどもね。で本当にこう育ちにくい。キャラクターが育ちにくい、まあね最終形態なんでね、育ちにくい状況にしてるのは分かるとは思うんですけどもね、まあ100回回ったとしてもこれ100回以上回ってるんですけどね、これだけしか今集まってない状況です。うん、そうですね、これが100以上あるわけですからね、200求める、200周ですからね、かなり厳しいですよね。初めからもうやる気ねえよっていう人も出てくるんじゃないかと思います。ドロップがしにくい。周回ゲーだから、ね、スキップがしないし、画面にくっついてるね、状況がね、
長すぎる。まあこの状況、こういうね、総合的なことを考えていくと、まあ画面に貼り付いてないと何もできないっていうね、ですね。毎日ね、画面、パソコンの画面にね、ついてたり、携帯がね、スマホとかが開ける人だったら問題ないとは思うんですけどもね、そういう状況もちょっとおかしいかなと思います。まあね、専門的にね、やってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ大体の方が一般的にね、普通の仕事を持ったり、学生さんだったりすると思いますんで、そんな人たちがね、こうね、成長、周回一回するごとに成長が見込めるのならね、少しでもステータスがね、アップするっていうんだったらともかくとして、ステータスはアップしない、アイテムはドロップしにくい、で成長がねわからないって、強くなったかどうかがわからないっていう状況ではやっぱりね、持続ゲームをね続けるという意味で持続はしにくいのかなと思います。本当にね、シナリオがね面白くてもね、ゲームとして、面白くないとね、何とも言い難いです。もうシナリオでカバーできる問題ではないです。これははっきり言って。ゲームが辛いと感じたらやめるのはね、まあ、自由というか、止めることはできないんでね、面白くないと。ゲーム自体が面白くないと思ったら、止めることはできませんので、まあね、本当に、周回ゲームにするのだったら周回しやすい環境、長くね、画面についてなくても成長できるような感じにしてもらえればなと思います。報酬自体がねかなり、高くなってますんでね、舞踏会なんかもね、400万ダメージで良かったところが今800万ダメージまで出さなきゃいけないから、ちょっとしたエンジョイ勢がついていけなくなってるんですよね。で、私もね、エンジョイ勢に変更はし、ね、してますけども、ある程度、課金はしないとか、去年の年末に言いつつ、ね、課金を限定の時はね、限定キャラが出てる時はしてますしね。まあ、そこら辺はね、まあ、私の自由だとは思うんですけどね、そういう勢でもやはり上が目指しにくい、ある程度課金してるっても上が目指しにくい環境っていうのがね、ちょっとどうなのかなっていうところですね。あとね、まあメルヘン武器って武道会でね、こうチケットが手に入りますけども、3ヶ月間ぐらいですかね、3ヶ月間ぐらいでようやくこれぐらい溜まって一つ何か交換できるのかなっていう状況だったりするので、これもまたね、考えていただかないとなと思います。うん、出ないと面白みがないというか、情報をね出してくれる方の攻略法とかね、そういうのを参考にしていっても、あ、この武器がないからダメだっていう風にね思ったりすることもありますし、このキャラクターがいないと、あー、ダメなんだっていう風にね、思うこともあるんで、それもをねカバーできるような、体制を取ってもらえればなと思います。本当にねキャラクターなり、武器なりが、きちんと、成長できる、ようにしてもらえればなと本当に思います。ただのね、周回ゲーで終わるのか、もっとね、気楽にできるゲームになるのか、どうしたいのかがちょっとわからないですけども、もうシナリオとは別の段階でね、やめてるっていう人たちが多いと思いますので、ゲームを離れていってる方が、私のね、フレンドさんの中には多いということで、まあ、少し危機感を持ってもらえればなというところですね。ということで、まあ本当に愚痴になりましたけども、これで、今回の動画は終わりたいと思います。ちょっとね、何が言いたかったんだお前っていうような感じですけどもね。
まあ、運営さんもね考えていただけたらなと思います。はい、最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスマタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスマタイ。